購入しました。おはようございます。寝起きです。寝起きで、なんかアナウンスがかかって、今どこだろうっつったら、なんかもうちょいで着くやん、早っつって、寝てたら75分なんてあっという間ですよ。なんかちっちゃい船が船に乗ってますけど、めっちゃ飛ばしてんなこれ。そしてね、めっちゃ天気もいいですからね、曇ってはいますけど日差しは十分強いですから、コロナ禍の自転車となるとまたまたいろいろ体力が持ってかれそうですが、もうすぐ清水港に着くので、着いて、早速ね、スタンプラリーの場所を自転車で目指していきたいと思います。いやー、朝11時に来て、静岡県中部1個目のスタンプスポットです。遅すぎっていうね。はい、そのわけで中にスタンプがあるみたいなんで行ってみましょう。ありました。琉球のスタンプラリーです。押していきましょう。よいしょ。というわけで、日本平着きました。いやー疲れた。スタンプはね、入って2階じゃなくて下の1階にあるみたいなんでね、ご注意いただけたらなと思います。というわけで、こちらの自転車を使って、日本平、マジで5キロ登りはきついわ。正確には4キロだったんですけど、まあ、マップが5キロって書いてあったんで騙されましたわ。というわけで、多分登ったんで次は下るだけでしょう。そして次の向かう場所は、静岡駅の目の前のパルコです。行ってみましょう。
というわけでビレッジヴァンガードをつけました。静岡パルコ店、いやー疲れた。まあといってもね、あの船使ったん、船っていうチープ使ったんで楽はできたんですが、まあ行ってみましょう。スタンプがあって、こちらですね、イラストカードも受け取ってきます。まず早速押していきましょう。リトルデーモンが蓋を閉めようねって、閉めてよねって。もう私リトルデーモンなんて閉めますね。いや、ここにちょっと出てきますね。はい、ちょっとずれたけど、まあいいでしょう。クリア。すみません、ビレちゃんのイラストカードってあります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。エレベーターの前には、ね、こんな感じで大体的にやってます。やっぱりビレッジヴァンガード見て開催中と缶バッジとステッカーもあるので、欲しい方はね、ぜひ購入してみてください。ビレッジヴァンガード店のね、メイン通り突き当たりのところに僕たまたま行きましたね。よかったです。こんな感じでイラストカードできます、ゲットできました。いや嬉しいですね。というわけで、静岡のパルコは以上となります。はい、購入しました。静岡駅から、こちら6号駅まで、乗車できる420円区間です。はい、でもなんでね、この静岡駅に、いるかというと、お前チャリンコどうしたんだ。チャリンコは入庫してるんですけども、いかんせんね、先生駅のところが4時半なんですね、門限が。そこに間に合わせるためには、まあ、この電車をね、使わざるを得ないっていう、まあ、この電車を使っても若干間に合うかどうか微妙なところなんですけども、とりあえず自転車だけだとね、ちょっと絶対に時間が足りないということが判明されましたので、まあ少しでも頑張ろうというわけで、ちょっと電車420円だけ課金させていただきます。あれは12時42分発の島田駅ですね。そちらの方の列車に乗って、途中6号駅でね、下車して、そこからまた自転車で行きたいと思います。さあ来ましたね、3両編成の静岡駅発島田駅です。ほう、いいですね。こちらの列車に乗って、途中6号駅を目指していきます。